こちらを気に留める様子もなく草を食べる熊。去年撮影された映像ですが、今年は各地で熊の目撃情報が増加。4日前にも宮城県で人が襲われました。佐藤裕太さんが先週金曜日の朝木材の伐採現場で一人で作業をしていたところ、ここからこう覗いた時にもうそこに熊いますね。

いややっぱっ絶対絶命のピンチに死を覚悟。と,と同時に佐藤さんの体に生き物としての本能が目を覚ましまししたた無我夢中ででと格闘攻防ののの末逃げ出したのは熊の方でした。 九死に一生を得た佐藤さんはこう振り返ります多分来ないっていう余裕はやっぱでも爆竹とか山に入る時鈴を持ったりとかやっぱした方がいいと思いますね